こんにちは、試験吉野です。今回はですね、スピーキングです。で、スピーキングがなんで難しいのか、なんで難しく見えるのか、っていうこと、それをスコアの出し方、それからスコアを、どうやって、上げるのか、上げるための意識改革、意識改革が結構大きなところだと思うんですね。で、今回の対象の人は、今、スピーキングをもし受けたとしたらね、また受けてる、実際スコアがある人、で、10点台の人。結構メインですよ。10点台後半ぐらいな人とかから、その人たちが20前半、22とか23とかできればを、狙う。そこまでに上達するために、どういう、意識改革をして、どのようにスピーキングに取り組むのか、そういうことを、ちょっとね、知ってもらえたらいいなと思って、お話ししたいと思います。で、逆に言うと、このスピーキングで20点台前半ね、20、20、21、22、23ぐらい。ここに来てからが本当のスピーキングだと思います。ね。だから今回は、なんていうの、スピーキングの、なんでかっていうと、これあの、例えばね、リーディングが得意な人多いじゃないですかね。ね、日本の人でも。で、リーディングで23とか言った時に、ああっていう人結構多いでしょ？ああ、23、はい、みたいな、別に。23、へえ、とか言って。大したことないね、みたいなニュアンス になっちゃうでしょ？で、これね、世界標準として、やっぱり20点とかいうのは、もう実は平均的なことでしょ？平均80点ぐらいな感じなんでね。だから、それぐらいな感じなんですよ。だから、スピーキングでも20点なんですけど、ああ、はいはい、みたいな。で、そっからが勝負じゃない。ね、その20、21、22ぐらい、こっからどのように26取るのか、27取るのかっていう、そういう勝負をこれから挑んでいかなきゃいけないっていうことなんですね。でも、そのもう大前提として、17点ですとか、15点ですとか言ってる時には、もうそういう、何？その土俵に上がれてないですよね。だまずは、そういうなんかスピーキングの周りの、そういう、なんて言うんだろう、スコアを上げない要因を取り払って、まずは20点台前半にまずは行こうよと。そういうお話ですね。そこまで行ってから、そこから初めてスピーキングの、自体のね、クオリティを上げる勉強をするという感じになればいいかなと思って、そういう今回ね、お話をしようと思います。もうちょっとスコアを、計算するっていうね、やつで、ちょっと昔のをね、使った方が圧倒的に分かりやすいと思うんで、今4問あるじゃないですか。これが6問だった時代がね、あるんですね。で、その時に、もう、明確に、スコアの換算表とか出てたんで、そういうのをちょっと使っていく方が分かりやすいなと思ってます。で、後でこちらにね、写真で出そうと思いますけど、一問ね。一問やるときに、こう、4段階に分けてね、一つの問題につき4点満点でこう採点するんですね。で、それで問題数で割って平均を出すという感じです。で、4.0だとしたら、もちろん30点満点。で、3.0。平均がね、3.0だったら23点とか、2.0だったら15点とか、そんな感じでね、1.0、8点とか。なっていく、っていう感じなんですね。今ちょっと多少ね、ばらつきあると思いますけど、AI とか入ってきたりね、問題数も少なくなったんで、大体でもそんな感じだと思っておくといいかなと思います。で、わかりやすいかなと思ってます。で、これはですね、で、日本の人のスコアって大体16、7、8ぐらいな感じですよね。ほぼ世界最低だと思っておいてくださいね。他のセクションも同じぐらいなんでね、スピーキングだけっていう話じゃないんですよ。スピーキングだけじゃないんで、スピーキングがスピーキングがっていう、ほどのもんじゃないです。だから、リーディングとか、リーディング、リスニング、もうほぼ大体4セクション同じぐらいで16、7、8ぐらいな感じなんで、スピーキングだけをことさら取り上げてね、なんか皆さん論じるね、人がいるんですけど、リーディングだって同じだよ。ね。同じぐらいできないんで、
まあ、まあその辺はまた置いといて、ね、別の機会にということで、今回はスピーキングに喋って、スピーキングの方が多分心理的な距離が遠いんでしょうね、きっとね。なると思います。で、で、その時にね、なんでこんな低いんだみたいな話なんですけど、まず一つ目は、スピーキング、まずこのね、スコアの出し方ですけど、これ4点ってなってますけど、こっちね、見たらわかるように4、幅でしょ？ね、だから全体を4段階に分けてるっていう、そういう感じなんですね。だから16、17、18っていうことは、まあできる人もいるんで、まあまあ大体2点ぐらいの中に入ってるみたいなね、そんな感じなんですよね。で、これの、この幅っていうイメージが大事で、大体2点の幅入っちゃってるんですよね。でね、このね、スピーキングが特に上がりづらいのは、この4段階っていうのがミソなんですよね。どういうことかっていうと、これトフル全体も言えるんですけど、1点の幅、この1点って何なんですかみたいな話でしょ。で、1点の下の方の人ってもう本当に悲惨よ。悲惨というか笑うよ。例えば、It's difficult とかずっと言ってごらん。1点くれるから。とにかく声出すでしょ。声出していれば、とにかくスコアは出ます。シーンとなったとスコア出ないよ。けど、声出していると、何？あなたは何しましょうか？たくさんの、サブジェクトを学ぶね、大学では、たくさんのサブジェクトを学ぶ方がいいですか？それとも一つのね、専攻に絞って勉強する方がいいですか？みたいな。そんなので言うと、もう一点とか、もう想像を絶する多分答案にいつもなってると思うんですよ。I think, one subject is good, but many subjects good too, many subjects good for work, one subject good for work, it's good, I think one subject is good, とか、そんなんです、きっと。これ1点、全然楽勝で1点です。これ、スコア上げていいんですかね？全然くれます。ね、1点くれます。ね、これ8点くれます。ね、だからトフルのスコアで10点でしたとか、全然言えてないでしょ。ね、そういう感じなんです。で、それにもうちょいね、ちょっとまともになると2点入ると。ね、いうことですね。2点だと、今ほどひどいとは思われないっていうレベルね。それが2点になるということなんですね。で、ほとんどの人はこの2点入るんですけど、ここからね、大事なのは、この1点の方はもう限りなくもう無限に低いじゃない。ね。で、ただね、4点の向こうも限りなく向こうだよ。例えば、ハーバード大学、例えばね、ハーバード大学をトップで卒業したアメリカ人がトフル受けたって4点だよ、たったの。でしょ？もう4点しかないんだもんだって。ね、だから4点でしょ？で、さっきのも1点だよ。さっきの人1点で、ハーバードのトップ卒業、ね、卒業、首席卒業4点だよ。こんな差ですよ。こんなしか差がないんだよ。だって、とにかく30点しかないからね、満点がね。そういうことなんですよ。で、トフルって、何でもそうだと思うんですけど、テストね。は、最低の方と最高の方を、もう、どけてるの。無視です。無視して、トフルで言うと、ノンネイティブスピーカーで大学を行きに行きたいという希望を持ってる人が、大学に行って、で、有意義なキャンパスライフを送る可能性を調べるためのセッティングなので。だから、もう、おのずとこの、何？募集団が、の、イメージが決まってるじゃないですか。で、そこだけを調べるために、こう、セットした枠なんです。だから、この枠をそもそも外れてる人が受けても、その意味がないですよね。そういうことなんですね。日本の小学生でこれから英語やりますとかいう人はトフル受ける意味がゼロじゃないですかね。逆にアメリカ人がトフル受ける意味もゼロじゃないですか。だってアメリカ人であるということでトフルは完全受けなくていいことになってんだからね。だからそういうことなんですよ。だからこのある集団に入ってないとテストは受ける意味がないです。まずはね、ということです。例えば何自動車の運転免許とかいうのも
F1 ドライバーがどうだとか、それも関係ないでしょ、その辺ね。もうこのね、公道を走るという、意志のある人が本当にこう、安全に運転できるかどうかを調べるテストでしょ。ね。F1 レーサーになるためのテストじゃないよね。っていうことです。だから全くこう、それぞれに違うんですよね。っていうことですよね。だからテストってそういうね、ところがあるんですね。だからテストをやって意味がないバージョンの場合っていうのもありますね。だからトフルを語るときに大事なところはね、ノンネイティブスピーカーでアメリカの大学に行きたいという気持ちがある人っていうのが母体募集団になってるという。で、そこにドンと枠を置いた。っていうことなんですね。で、そこで1,2,3,4 というふうにカテゴリーを分けてスコアを出していると、そういう感じになります。で、それにしてもね、広いでしょ。ね、広いんですよ。幅が広いんですよ。だから、ここからまた2つ目いきますね。でね、この2点の幅がね、もう本当に広いんですよ。でね、おそらくはですね、学校のね、中学校、高校とか、また大学とかも、このね、2点の幅にみんな入ってる感じがするんですね。2点の幅の中で、お前うまい、お前下手みたいな、ね、そういう感じになってると思うんですよね。だからここをね、出る、3点の方に出るっていう、ここの大ジャンプが、やっぱ求められてる。で、これがなかなかできない。やっぱね、学校の教育の力ってね、大きいですよ。やっぱここにギュッとこの中に入るようなここの中でこじんまりきちんとできるっていうのがやっぱりよくできる人の典型例なんですね。だからここを出るっていう出さえすればどのように出ても良いです。こっちになんか出れないからね、もはやこれ今より下手くそに言えないでしょ。出るんだったらもうこっちをドーンと3点の方向に向かってしか多分出れないので、大きく変えるっていうね、感じ、そこが必要になると思うんですね。で、一応まあアクションプランじゃないけども、いくつか方法というか方向性はあるので、それをねシェアしておこうと思います。で、今多くの人2点入ってます、2点の中に出てますということはね、15点ぐらいな感じなのね。で、これがね3点に入ると23ぐらいの感じになっちゃう。だからもうあっという間に8点上がるんですね。で、これはね、今60点の人でも、今70点の人でも、今90点の人でも、同じです。ここにいる人がここに行くだけの話なんで。ね。他のリーディングとかリスニングの他のスコアがうんぬんとかそういうことじゃなくて、これをここに行くだけ、そこの、このハードルを超える、方法を、一応、知っておくっていうのは大事なことかな、と思います。で、この方、これを超えるためにはですね、まず1番と2,3,4別にしますよ。インディペンデントとインテグレイティッドっていうことでね、ネタのない方、何、外食がいいですか、お家で食べますかとか、そういうやつは、あれです、まずはね、やっぱりね、たくさん言うことです。たくさん言うこと。でね、こじんまりまとめようとしない。たくさん言いましょう。で、ずっと喋るでしょ。で、喋った結果、90ワードぐらい喋ってみてください。絶対に3点か、もしくは4点、満点来るかもしれないんで。今ね、2点の範囲に入ってる人は、やっぱり60とか、それぐらいのワード数なんですね。もっと低いかもしれない。ワード数が全然足りないんですね。で、ワード数足りないっていうことは、やっぱり言い方がとろいっていうのも一つあるんだけど、それ以上にやっぱりきちんと言おうとして、うまくまとめようとして、こう、抽象的なことだけ、ぐるぐる回ってるっていう感じなんですね。大学では一つの学問をするべきなのか、たくさんやるのか、みたいな。で、例えば、たくさんやる方がいいです、みたいなことを言うとするじゃないね。で、その時に、if you learn many subjects, you can broaden your perspectives. これ言うんですよ。ね。似てるの言うんですよ。で、言うんだけど、perspectives, so many subjects, are necessary because you learn many subjects you can broaden your perspectives therefore ずっと繰り返しなんですよね。繰り返しになっちゃう。それなんかギュッとこうね、なんかわかんないけど、一つか二つのセンテンスしかね、もう言うことがないんですね。
これを脱するためには、とにかくね、もう言っちゃおう、たくさん。で、例えば、メニサブジェクツっていうんだったら、サブジェクツもう言ってごらんよ、大学の時に取ったやつ、全部。全部言ってごらん。PE とか始まって、English、Spanish、Second Language、and, law, and, macroeconomics, and, psychology, and, とか、ずっと言ってよ。ね、言うたびにワード数増えるから。ね、でずーっと行くでしょ、ね、で、ね、I learned, 15 different subjects. あ、いや、とか言って。もう、そんなんでいいんですよ。そんなんでいいんですよ。で、今、そんなんでいいんかいとか思うでしょ。それが言えなくて2点にとどまってるから。それが言えないから2点にとどまってるんです。で、それを言うんです。で、それ言うとね、多分ね、学校のね、わかんないけど、的に言うとね、さ、わけのわかんないことをダラダラ言うんじゃねえみたいな感じになると思うの。ね。で、そうじゃない。それを言えることが世界標準なんです。それを言えると3点に上がるんです。ね。で、それで、I am a businessman now とか言って、ね。で、I use, Japanese, but sometimes I go to Spain. Spanish is important.ほら、ね。で、I am a businessman. So, I use, economics. But, when I talk to my client, psychology is important. とか、ほら、ね。言えるでしょ。で、my perspectives have been broadened.So I'm interested in reading newspapers. ほら。It's good when I talk to my clients. ほら、十分じゃない？ね。で、そういうことをこう言っていけばいいんだけどな。どんどん例を言っていくんだ。ね。そういうことです。で、それが言えると、言えた人から3点になるから、もう心配しないで。言える人から3点になるので。ね。で、それが言えない人はずっと2点でぐるぐる回ってるだけです。ワード数も伸びないんでね。ということです。ね、だからとにかく、いろんなことを、90ワード言えるかどうかっていう、そこだけですね。そこにもうちょっとフォーカスを置いてみるといいですよ。今3点ある人ダメだよ。今3点ある人は4点に向けなきゃいけないんで、3点ある人はもうそういうのができてるんで3点なんです。そこから先ね、今日はお話ししません。2点の人が3点になるのはそこなんですね。それから、2番、3番、4番はもうすでにネタがあるやつね。ネタがあるやつは、とにかくもうポイント、言うべきポイント、または自分が聞き取れた範囲、読めた範囲のだけやつをこう並べていって、下にアイテム、こうメモ書いて。ね、で、それは 10個とか15個とか取れるでしょ。もうほとんどの人はメモなんかすごい取れてるんですよ。2点の人とかね、だからそれぐらいの能力あるんだ。2点の人ってメモが全然取れないんですけどっていう人は多分1点な感じです。2点のちょっと上位層、2点の上位層はメモ完全取れてます。十分ぐらい取れてるんですね。ただそれをなんか変にストーリー作ろうとか、3つのポイントをいっぺんにこう言おうとか、なんかいろいろ変なことやってるみたいなんですね。そうじゃないんです。1個ずつ言っていけばいいんですね。1個ずつセンテンスを作って、短いセンテンスだよ。ね。Dinosaurs became extinct. It happened many years ago. We only have fossils. こうやって言うんですよ。これでいいんですよ。それ以上のことをやろうとする価値がない。だって、あれですよ。恐竜はね、絶滅して、今化石からね、いろんなことを知ることができるんですけど、っていうことを、これ以上のクオリティ、言語的なね、表現上のクオリティで言おうとしてるのよ。でも難しいでしょ？恐竜ね、もう絶滅しちゃったんだけど、昔にね、今化石があって、ここからいろんなことを知るんですけど、っていう内容をもっとレベルの高い日本語で言うってできますか？なかなか難しいでしょ？だからもうスピーキングのね、トフルのレベルのお話って、たとえアカデミックトピックだとしても、ね、もはやどんなに英語知ってたとしても、すごい感じで言うことはできない内容なんです。だからもうお題からして
すごい英語が使えないように設定されてるんです。逆に言うと、すごいことを言う必要がないし、すごいことを言う要求もされてないんで、しょぼく言えばいいんです。ね。Dinosaurs became extinct. It happened many years ago. We have fossils. ほら。そういうことです。で、これ以上の英語はもう言えないって思っといてください。ね。実際言う必要がないし、言えないですよね。そんな感じなんですね。それを意識して、で、一個一個ポイントですかね。これ、dinosaurs became extinct、 これ3つ、これだけ言えばいいです。これを10個なり15個なり言っていくっていう、そういう感じですよ。で、ポイントを押さえて、もう箇条書きなんです。ストーリーなんか全然作んなくていいですよ。ストーリーなんか作んなくて、箇条書きでどんどん言ってくださいね。で、各センテンスのクオリティなんか気にしない。で、これがね、2点の人、とどまってる人はことごとくできてないです。ストーリー作んなきゃいけないかなと思って、こうで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 しょうとかで考えるんだけど、考えた結果何も言えずに終わるっていう、そういう感じなんです。ね、考えなくても、もう一個、dinosaurs っていう言葉、大ぐらいまでメモしてるでしょ？あったとしたら、dinosaurs became extinct って言うだけです。それだけ、前後関係なくって言うだけです。ね、これを言わない限り、これを言わない限り、相手には分かってないとしか、もう通じてないから、こいつは分かってないと思われるだけなんで、分かってるということをアピールするには、dinosaurs became extinct って言わなきゃいけないんです。どんなに拙い英語であっても言わなきゃいけない。これがね、アメリカに行って大学で勉強するときの姿勢なんです。当てられたときに何にも言えない人は、スピーキングの能力がないんだねなんか思わってくんないはずなんですよ。うわ、かわいそうに、こいつ何も分かってないのか、F とかなるかもしれないわけです。だから、自分が分かっていることを示していかなきゃいけない。アピールしていかなきゃいけない。そのときに当てられたときに、すごいストーリー作るから、I have to make a long story. So give me five minutes. とか、今絶対無理でしょ、そんなの。ね。お前ドミネートすんなよ、みたいな感じになるでしょ。だから、当てられた時に瞬間的に、dinosaurs became extinct.、it happened many years ago.、we have fossils.、we can learn many things、from fossils.、とかいう感じでこう言えばいいじゃん。ね。で、そしたら、こいつはなんかこう、この先なんか言うことがあるんだろうな、みたいな。例えばね、そういう感じになってくるんで、いいんです。ね。そういうことです。だからスピーキングは、とにかく大学生活、一番最初にね、言ったように、こう、ノンネイティブスピーカーでアメリカの大学に進学する人の、を募集団として、ガーンとここに、枠を置いてるので、その人がアメリカのキャンパスライフに耐えることができるかどうかの可能性をチェックしてるだけだからね。だから自分には大いにポテンシャルがありますっていうことを示す。これがスピーキングのテストです、ね。自分にはポテンシャルがあるっていうことを示してあげてください。だから授業中に先生に当てられた時に黙ってしまって周りの皆さんに大いにご迷惑をかけるっていう人ではありませんということを示せばいいです。ね、それが示せた人は3点くれるから、この3点もらうって大きいですよね。で、3点もらって23取ろう、23ね。そしたら他のセクションの足を大きく引っ張ることはない、絶対ないです。だから特に80とか目指す人ね、逆に言うとプラスですよね。そういうことになるので、ここはね、取るべきなんです。取る。また別のね、機会にお話ししますけど、あんまり英語が得意じゃない人こそスピーキングやるべきなんです。ものすごいハードルがある意味低いから、大体大まかすぎて低いから、ね、高そうに見えるんだけど、そんなすごいことが要求されてないっていう意味ですごくやりやすいんで、ぜひ2点から3点、15から23、この8点のジャンプ、を意識して、やってみるといいかなと思います。今後の方針、ちょっと確認すると、1番ではたくさん具体例を述べる。ね、外食しますか、お家で食べますかとか、ね、I like fast food とか言って言ったら、もう、マクドナルドの商品全、もうメニュー全部言っちゃってください。ね、月見バーガーとか言って。
言っちゃってくださいね。もう月見がなんか分かんなくても言っちゃってくださいね。 It's like a moon とか言って言っちゃってください。もうどんどん言っちゃってください。で、それで、それから2番3番4番はポイントを、自分の分かった範囲のポイントを押さえて、短いセンテンスでストーリーなし、箇条書き、英語のクオリティ気にしない、これで最後までとにかく言う。気持ちは授業中に先生に当てられて、これで答えない限り自分には単位はもらえないというプレッシャーを感じながら、どん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 喋っていくというふうにするといいです。これでね、23はいけますよ。でこれが、ここの気持ちの切り替え、この気持ちの切り替えがやっぱりなかなかできない。なかなかできない。だからここで変えないと、やっぱり、スコアは変わんないっていう感じになりますね。で、ぜひ、この2点の幅の中から飛び出して3点に行く。こっからが、だから、スタートなんですよ。ね、ここからがスタートになる。だから3点に行って、よし、これから初めてスピーキングということの勉強をしようみたいな、感じになる。今のところは3点に行くまではあんまり大したスピーキングじゃなくていいので、ね、それをちょっとだけ気持ちを変えていく、これが大事なね、ところなんですね。ぜひ挑戦して、日本人の平均スコア、ちょっとでも上げて、ください、頑張ってください。皆さん、こんにちは。留学のための試験や英語塾主催してます、試験屋しのぶです。ここ二十数年間ぐらいですね、トフルの指導をしてきてまして、で、その中でね、得た、まあ、知見などをもとにして、勉強法の話とか、それからテスト戦術とかね、それからトフルの、スピーキングのネタとかね、いろんな話を、日本語または英語とかで、しています。参考になると思いますので、関心のある方はチャンネル登録などね、していただければ幸いです。それから主催してます、試験屋英語塾の方では、まあ、マンツーマンのね、クラスとかの他にもオンラインサロンとかもね、やってるんですね。下にリンクをね貼っておきますので、関心のある方はこちらもクリックして確認をしてください。よろしくお願いします。